こんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ドルチェです。今回は久石譲さんのスプリングとサマーを弾いてみたいと思います。ではどうぞ。Thank you.
嬢さんのスプリングとサマーでした。私は春になるとどうしてもスプリングが弾きたくなってしまいます。今のところ久石譲さんはスプリングとサマー2曲作られていますけれども、ぜひぜひその続編のオータム、ウィンターなどもできたらいいなと思って心待ちにしています。ではまた他の曲も弾いてみたいと思います。それからチャンネル登録やいいねボタンぜひぜひお待ちしております。コメントもつけていただくとめちゃくちゃ嬉しいです。それではまた。